南極探検の英雄時代は19世紀末に始まり、シャクルトンの帝国南極横断探検隊の生存者が1917年2月9日にニュージーランドのウェイリントンに上陸した時を最後とする時代である。この時代は南極大陸が国際的な取り組みの焦点となり、科学的、地理学的な探検が集中的に行われ、 10カ国から17の大規模な南極体験隊が送り込まれた時代である。これらの遠征に共通しているのは使える資源に限りがあったことであり、少し時代が下がれば輸送手段や通信技術の進歩によって探検の仕方ががらりと変わったはずだった。言い換えれば、この時代の遠征はいずれも隊員の体力と精神力の限界が試される試練であり、 時にはその限界を超えるものであった。遠征隊のパイオニアたちが後に英雄的と称されるようになったのは彼らが数々の困難を克服したのを認めてのことである。中には探検から生還できなかった者も,もおり、この時代を通じて19人の隊員が命を落とした。さらに英雄という呼び方は南極の環境と向き合った彼らのロマンチシズムを認めたものでもある。 この時代の探検からは単なる科学者や船乗りとして人々の記憶に残っているわけではない。科学者は客観的で計算ばかりしている船乗りは野比で宣伝されていないというステレオタイプの枠を超えた詩人、写真家、芸術家として記憶されているのである。アーネスト・シャクルトンは南極体験家すべての中でも最大の詩人とされることが多い。シャクルトンが残した 海の物語は、サミュエル・テイラー・コール・リッチの、漏水不良を思い起こさせるものであり、マレーやスコット、アムンセン、その他多くの者たちが南極に関する文学と芸術に大きく貢献した。また、このような芸術的表現は、世界が第一次世界大戦へと向かう中で台頭する、国粋主義に強く結びつくこととなり、彼らは探検会上に国の英雄として扱われるようになった。 例えば、シャクルトンの海の物語には次のような愛国史がある。南極の光景を目の当たりにしてその印象を描写する才能が彼らを単なる探検家にとどまらない特別な存在、すなわち各国にとっての英雄の地位へと押し上げたのである。英雄たちの探検により南極点と南時局への到達がいずれも果たされた。誰よりも先に、 南極点に到達することを主目的の一つとしていた探検隊もあれば、ロアールアムンセンの隊のように唯一の目的に掲げた探検隊もあった。いずれにしろ、この時代における極地探検の目的は南極点への到達だけではなかった。他にも南極大陸の別の地域で設定された目標に従って活動した探検隊が存在した。様々な活動の結果、 南極大陸の海岸線の大部分が明らかとなり、地図化された。また、内陸部についても、かなりの部分で探検が進められた。これらの遠征によって幅広い科学分野にわたる、大量のデータと標本の取得、収集が実現し、以後、それらを対象として、数十年に及ぶ検証、分析が、世界の科学界で休みなく続けられてきた。テラオーストラリスのダム・コグニタは、 アブラハム・オルテリウスによるこの1570年の地図ではその底にある大きな大陸だった南極の探検は注目されたりまた忘れられたりしていた南極探検の英雄時代というこの特殊な時代は南極探検が集中に行われたことでは最初のことではなかった一般に大航海時代と呼ばれる時代の後にイギリスの探検家 ジェームズ・クックが世界の南に航海した数少ない探検家の一人となった。その2回目の航海での発見が世界地図を恒久的に変えることになった。その遠征の前、テラ・オーストラリスという大きな大陸が南半球の大半を占めていると信じられていた。しかし、クックはそのような巨大な陸の塊は存在せず、巨大な評判が南極への接近を阻んでいることを 見つけた。その氷の量からその氷が発する陸の塊があるに違いないという仮説を立てた。その後、世界の南部の探検は大きく停滞したままとなった。しかし、1819年から1843年に再度注目された。ヨーロッパが革命、戦争、相乗の時代の後に落ち着くと、ベリングスハウゼン、ジョン・ビスコー、ジョン・バレニー、 チャールズ・ウィルクス、ジュール・デュモン・デュルビル、ジェームズ・クラークロスといった探検家が南極地域の知識を求めて航海した。これら探検家の主要な目標は南極大陸を隠している氷の壁を貫くことであり、ベリングスハウゼンは南極大陸を就航し、デュルビルは初めて岩のある陸地を発見し、ウィルクスはビクトリアランドを発見した。そこには現在テラーさと エレバス山と呼ばれる火山があった。これら探検家たちは南極探検に大きな貢献を果たしたものの大陸の内部まで入っていくことはできず、むしろ南極の海岸線に沿って発見された陸地を点々と描くことになった。1819年から1843年の探検時代後に分かっていた南極の地形この南極が興味を持たれた時代に続くものは 歴史家の H.R. ミルが興味をそらされた時代と呼ぶ時代である。1841年1月、ジェームズ・クラーク・ロスがエレバス号とテラー号で南を探検した後、科学的に新たな発見がなかったこと、すなわちさらに南に探検する価値がある、問題がなかったと言っていた。このロスの影響と北極海でフランクリン遠征隊が消息を絶ったこととで、 特に王立協会において極地に対する関心が薄れたと考えられている。イギリスはその後シャクルトンやスコットによってなされる多くの極地探検を監督する組織を設立した。しかし、ロスが帰還してからの20年間、南極探検は世界的に静止状態が生まれた。ジョン・マレー教南極探検の英雄時代の最初の推進力になったのは、 ぼんやりした国際的動きだったのでいくらか論議を呼んでいる。やはり南極体験家であるハンブルクのジョージフォン・ノイマイヤーがメルボルンの天文台で働きながら1861年には南極探検を再開させるために動いた。ノイマイヤーが特に興味を持ったのは気象学の重要性であり南極に関する情報が多ければ正確な気象予報につながりやすいと考えたからだった。 これがドイツが南極研究に関わるようになった動機である。これとは別に、特にイギリスでは1893年11月27日、ロンドンの王立地理学会でジョン・マレー博士が南極探検の再開と題する講義を行い、より英雄時代につながる動機となった。マレーは南極の研究がその時点で南に課されている。 地理的に結出した疑問を解決するために組織的に行われるべきと提案した。さらに、王立地理学会がこれに先立つ1887年に南極委員会を設立しており、多くの捕鯨業者に世界の南半球を探検するよう奨励し、それがマレーの抗議の下地になった。1895年8月、ロンドンで開催された第6回国際地理会議で、 世界中の科学の学会がどのようなやり方であっても最も効率的であるとみなされる方法で南極探検を促進することを奨励する一般決議を行った。そのような動きは科学のほとんどあらゆる分野に新たなものをもたらすはずだった。アメリカ連邦議会にはノルウェー人カルステン・ボルクグレビンクからアプローチがあった。ボルクグレビンクは 捕鯨遠征から戻ったばかりであり、その航海中に南極大陸に初めて足を踏み入れていた。ケープアデアを本拠にして大規模に南極遠征を誘導する計画を説明した。しかし、英雄時代は1897年にベルギー地理学会によって起こされた遠征隊が始めた。ボルク・グレビンクが1年後に個人的に出資を受けた遠征で続いた。 英雄時代という表現は後の時代のものである。この言葉は初期の探検の証言や微暴録のどれにも使われておらず、1920年代や1930年代に出された極地探検の人物の伝記でも使われてはいなかった。この言葉が何時最初に使われたかあるいは一般に採用されたかは明らかでない。1956年3月にイギリスの探検家、 ダンカン・カースがタイムズに書いた記事にこの言葉が使われていた。1916年にサウスジョージアを初めて渡航した時の表現であり、南極探検の英雄時代の3人がその間に50フィートのロープとダイクの長名と記していた。注釈可表の要約にはこれら遠征で行われた科学的作業を含んでいない。 それぞれが幅広い分野にわたる発見物や標本を持ち帰った科評にはこの時代に行われた多くの捕鯨遠征を含んでいない。また1898年から1899年のカールチュンの南極圏に入らなかった遠征のような南極近くの遠征も含んでいない。また資金不足で失敗した1920年から1922年のコープ遠征も除外してある。 この遠征では、ノルウェー人捕鯨業者二人が南極の半島に上陸し一年間を過ごした。因は、隊長が遠征中に死亡したことを示す南極、探検の英雄時代に遠征中に19人の隊員が死亡した。この中で4人は、南極の経験に関わらない病死であり、二人はニュージーランドでの事故死だった。残り13人が南極大陸あるいはその近くで死んだ。 この他に、南極から帰った直後に5人が死んだ。南極探検の英雄時代が何時終わったかについてはいくつかの異なる見解がある。シャクルトンのエンデュアランス遠征が英雄時代最後の遠征と言われることがある。別の説では、シャクルトン同遠征、別名クエスト遠征中の1922年1月5日、この時代の最終章としてシャクルトンが死んだ日としている。 シャクルトンの電気作者、モーゲリーとジェームズ・フィッシャーによれば、南極探検の英雄時代と機械化時代の間に、明確な線を引くことが可能だとすれば、シャクルトン同遠征が、格好の時点となる。としている。その船の出航前に検査したジャーナリストは、装置、装置、ドコモが装置だと報告した。これには、無線、電熱管次第、船の航跡や速度を追跡し記録する。 オドグラフなどが含まれていた。南極探検の英雄時代は、それが始まる前に時代錯誤的だったこと、その目標が極点という抽象的なものだったこと、その中心人物がロマンティックであり、男っぽく欠点があり、そのドラマが道徳的だったこと、その理想は国の栄誉だったので英雄的だった。ノルウェーやオーストラリアのような、 新しい国の人種的美徳にとって初期の試験場であり、ヨーロッパが世界大戦にひび割れる前の最後の喘ぎだった。トム・グリフィス、スライシング・ザ・サイレンス、ボイジング・ツー・アンタルクティカ。ありがとうございます。